皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、ランタンの紹介をしようと思います。はい。夏からですね、キャンプを始めて約2ヶ月ぐらい経つわけなんですけども、だんだんね、寒くなってきて、焚き火とかちょっと心地よい感じになってき始めたところなんですけど、最近ですね、LED ランタンじゃちょっと明かりが足りないっていうシーンが多くて、でランタンのね、購入を結構考えてたところがあったんですけど、キャンプを始めた当初ランタンをね、いくつか目星をつけてたんですね、ピュアハンドとか、あとデイツとか、あとキャプテンスタグとかですね。キャプテンスタグとか結構お手頃な値段であるんですけど、そのランタン自体が、どんな感じかっていうのが僕たち全然分かんなくて、その僕たちのスタイルに合ってるかどうかっていうのも分かんなかったんですね。でそれでなるべくですね、そこにはお金をかけたくないということで、探せたわけなんですよ。そしたら1000円の激安ランタンを見つけてもうこれだということで購入してみました。初心者も初心者だし、最初からいいのを買うっていうのもどうかなと思ったので、これでいいよって言ってね、物は試しということで、で購入して約2週間ぐらいかな、経って、商品届きましたんで、今日はね、その紹介と実際に使ってみようと思います。はい。はい、それではですね、これが今回届いたランタンになるんですけど、ちょっと詳細を見てみようと思います。これがですね、1000円のランタンになるんですけど、サンウェイで書いてあるラベルがついてます。この透明のフィルムで梱包されてる感じですね。中にはジョーゴが入ってます。早速このフィルムを取っていこうと思います。軽くない？あ？こんなもんなの？めっちゃ軽い。チープ感がすごい。安物っぽさが半端じゃない。一応ガラスだ。あ、本当だ。プラスチックかなと思ったら一応ガラスだ。そしたらですね、ちょっと細かく見ていこうと思います。でまずですね、ランタン自体初めてですので、ちょっと扱いが分かってないというところがあって、ド素人っていうのを分かった上でのレビューですので、ここら辺はご勘弁ください。はい、ここを上げると、パカって。おお、はい。で、これ確かホヤ、ホヤっていうのかな、このガラスのところ。これを掃除したりできるんだよね。中は汚れたりするから、この中に入ってる、ほら。デルデルデル、デルデルデル。ね、ここを持ち上げてこうやって返すと、パカッとパカッ、はいはい、ね、で下からライターでカチッてこう火をつけれる。あ、そうなんだ。で直す時はここまた戻して、再現にして本当にそこそこいい作りかもね。でも全体的にブリキでできてるから、めちゃくちゃ軽い。ね、本当軽いよね。で、ここが灯油を入れる穴になります。中にはほら、パッキンが入ってる、灯油が漏れないように。そういう作りはちゃんとしてるんだね。一応このパッキンがあって、そのパッキンを押さえ込むような形になっていて、灯油が漏れにくくなっています。じゃあ、Amazon のレビューでさ、この蓋がそもそも開かないっていうのとかあって、めちゃくちゃ、心配したんだけど、今回は大丈夫そう。そこはクリアだね。芯の角をちょっと斜めに切った方がいいんだって。ここの角をハサミでさ、芯の幅なんですけど11ミリぐらいですね。このホヤを戻します。結構でもしっかりしてるね。思ってたのと違う。いい意味で違う。そうなんだ。じゃあよかったね。よかった。で、こちらのジョーですね、ちょっとはめてみましょうね。あ、綺麗に入るようになってるね。ほら、オーリングのサイズと合ってて、跳ねないのかもしれない。ドボドボドボって入れた時に。そうなんだね。そう、はいはい。で、実は僕ですね、ランタン買う前に、今度セリアでね、ジョー買ってました。ついてないかと思ったの？そう、ついてないかと思って買ったんだけど、もしこれがなくなった時用に、いいかな、予備で。そうだね。はい、結構かっこいいかもね。
使っていけば、そうだね、1000円の割には、うん、とりあえずランタンを使ってみたいっていう人はおすすめかもしれないですけど、ちょっと当たり外れがあるよね、あるかなっていう感じですね。まあ、うん、僕ん家のは今のところいいですね。特に問題はないです。でもさ、うん、これを使ってみてよかったら、うん、ちょっといいのは欲しいよね。そう、そうなんですよ僕的にはデイツ、うん、最初言ってたんだけどね。そう、デイツが欲しいです。まあ、最初ですね、あの8月の半ばらへんに嫁さんにランタン欲しいんだけどっていう話をして、まあ、その時ちょうどね、あのサバティカルのギリアを買ったり、うん、ソロキャンプ用のテント購入の検討をしてたりとか、いろいろね、買うものが多くて、うん、あ、また出費があるから、まあ、今は厳しいよねっていうことで、うん、まあ、却下されたわけなんですけど、うん、その時のランタンの値段っていうのはまだね、3500円とか、うん、4000円しないぐらいだったんですよね、確か。そのデイツのランタンが、うん、まあ、マキタの LED ライトを使ってるんですけど、うん、マキタの LED ライトじゃあの明かりが足りないということで、うん、ランタンやっぱり欲しいよねっていう話になってですね、うん、調べたわけなんですよ、うんうん、そしたら値段が7500円とかなってて、うん、あれあれ商品をなんか間違えたかなと思って何度も検索するんだけど、うん、前見た同じもんも値段が上がってて、うん、だ多分コロナの影響でやっぱ値段がね上がってしまったのかなって思うんですけど、まあ、ちょっとね、あの買い時を見失ってしまって、うん、まあ、今こういう形になったわけなんですけど、うん、まあ、またねこれを使っていって、まあ、値段が落ち着いた頃にはそういうデイツとか、うん、あの欲しいものが買えたらいいなと思ってます。はい、どうせ1個じゃ多分足りないと思うしね。一応これは手元の明かり用というかお試し用入門用ですね、うん、はい。それでですね、あのランタンを購入して、あのランタンを使うとなったらやはり燃料がいるわけなんですけど、うん、本当はね、あのパラフィン用のオイルっていうかちょっといいのがあるの。え、そうなんだ。そう、不純物が少ないのか、うん、あのクロイススが出にくいっていう結構ちょっとお値段のいいのがあるんだけど、うんうん、まあ、うちはねコスパ重視ということで、あの灯油を使います。で、今日ですね、早速ホームセンターで灯油の方を購入してきたわけなんですけど、うん、ポリタンクでね、買おうかなって最初思ったんですよ、うん、10リッターと20リッターのポリタンク買ったのかな。そうそう。でもなんか、うん、ちょっと、もうちょっとかっこいいのが欲しいなっていうことで、うん、あの近所にあるですねアストロプロダクツに行ってみたら、あのドストライクのやつがあったんで、うん、ちょっと紹介しようと思います。はい、これがアストロプロダクツの燃料用の蛍光管になります。結構かっこいいよね。かっこいい。上にはねこんな感じでアストロプロダクツのこの刻印っていうか字が書いてあって、この色がねかっこいいんですよね。そして前から見たのがこんな感じなんですけど、内容量がねあの10リッターで、収容量はですね約8リットルになります。なんかまあ10リッター丸々入らない感じですね。ランタン用の燃料を持ち運ぶのにこの10リッターを買ってみたわけなんですけど、仮にねあの冬寒いからストーブを買いましたって言っても多分間に合うんじゃないかなと思います。こんだけあればね。はい。で後ろもこんな感じですね。ここに一応空気入れ用の穴があって、実際この中には灯油が今5リットル入ってます。でサイズもこの10リッターのもう1個下があって、5リッターっていうのと、あとねあのアマゾンで販売されてる3リッターっていう小さいサイズがあったのね、うん、であの10リッターと5リッターと3リッターといろいろ迷ったんですけど、うちのスタイルはですねこれで燃料を買いに行って、これで持っていくこともできるし、もう一個ですねワンサイズちっちゃいの買ったんですよ。これもアストロプロダクツの1リットルの缶になります。これがねセールで結構安くて、うん、ドストライクだったね。ドストライクでしたで1100円、税抜き、はい、1100円で売られていました。はい、箱の中はねこのようなものが入ってます。上を絞ることができる袋と、ここにですね穴があります。こんな感じですね。で下の方はしっかり作られています。それでこの燃料を入れるノズルがついてます。下もネジ式ですね。そしてボトルタイプの1リットルの缶になります。上の方はアルミの蓋でアストロプロダクツの刻印が書いてあります。これがセールで1100円で、こちらがですねあの2400円にプラス税ぐらいの値段で売られていました、はい、でこれが1000円ですので、うん、まあ、全部でね5000円かかんないぐらいで一応揃いました。ランタンだけの場合だとこれに灯油を入れて持っていけば全然一晩は持つんじゃないかなと思います。楽しみだね。はい、それでは早速ですねこちらの LED ランタンに灯油を入れて
っと明かりの方をつけていこうと思います。でその明かりをもとにですね、外で焚き火をしながらバーベキューをしようと思います。はい、こちらの1リットルの缶に灯油を入れようと思います。はい、でこれにですね、8分目ぐらいまで入りました。付属の情報ですね、はい、で入れようと思います。ゆっくり どんぐらいなんだろう。どう？いや、わかんない、全然わかんない。わかんない。うん、もうそれでやめとこう。だってなくなったらまた足せばいいでしょ。うん、うん、わ、灯油の匂いがする。灯油の匂いがする。うん、するする。でも、もうちょっと入れたいけどな。もうちょっと入れていい？うん、大丈夫。超心配してる。不安がある。ほんとちょっとだね。よし、なんかこういうの入れるのが欲しいわ。うん、ね、で蓋を閉めて、で一応この芯にさ、なじませないといけないから、うん、あの灯油を吸い込むわけじゃん。うん、でなじませたいから、このままちょっと置こうか。はい。わあ、素敵だね。かっこいいね。うん、かっこいい。やっぱりランタンってさ、一気におしゃれさが増すんだね。うん、ランタン結構明るいな。明るいね、うん、この値段で十分ってことで、うん、もう一個買ってもいいでしょ、全然。うん、1000円だったらいいよ。はい、それではですね、あのランタンを使いながらバーベキューの方してみたんだけど、はい、雰囲気がすごくいいね、うん、LED ライトとまあ一緒に使ったわけなんだけど、うん、そのランタンがあるっていうことでね、なんかこの優しい感じになるっていうか、う、うん、こうあったかみがあるっていうか、雰囲気だかもね、うん、雰囲気だと思う。雰囲気がすごい出る。火をつけたらね、もはや1000円ではないと思う、うん、言わなかったら分かんないから、分かんない分かんない、ね、うん、他の人から見るとね、この1000円でね、こんだけいい感じであの明かりを、ね、周りを照らしてくれたら、で別にデイツとかフェアハンドとかじゃなくても、うん、1000円でももう一つ買ってもいいんじゃないかっていう話で。うん、だって何も不具合がなかったんですよね。うん、か僕たち初心者にはその1000円、うん、1000円で2000円のをガシガシ使った方が、うん、ね、まあ、まあ事故とかさ、うん、その小屋を割ったりとか壊したりとかっていう可能性はあるわけだから。うんうん、まあ、その初心者にはね、めちゃくちゃいいランタンじゃないかなと思いますね。とりあえずそのランタンっていうのを使ってみたい、雰囲気を味わいたいっていう僕たちみたいな人にはめちゃくちゃおすすめ、うん、おすすめ。その当たり外れがある、うん、というのがちょっと心配なだけで、ね、そう、であと注文してから2週間ぐらいかかったかな、うん、結構ね、うん、時間はかかるよね。そう、手元に届くまで2週間ぐらいで、うん、であの梱包自体も箱じゃなくて、うん、あの簡易梱包っていうかビニール袋のちょっとプチプチがついたやつで来たから、うん、もしかしたらね、その輸送中の破損とかある、あるかもしれない、うん、まあ、そこら辺も含めて注文してみようかなっていう人はちょっと注文した方がいいと思う、うん、検討してみてください、うん、まさかあんな袋で送られてくると思わなかったからさ、ったよね、まあ、中国かどっからかだったよね、うん、送られてきたのは、うん、まあ、だからそこら辺も含めてですね、検討してみてください。はい、ちなみに今この、 あのカメラで撮ってるこの明かりは、うん、カメラの補正でちょっと明るく映ってるんだけど、うんうん、実際はね、もうちょっと暗いです。はい、暗いですね。暗くて、ね、まあ、あのしっぽりね、あのコーヒーが美味しく飲めるぐらいの明かりっていうか、大人の雰囲気的な明るさ加減なんだけど、うん、まあ、ちょっと明るく映ってるので、そこら辺もね、ちょっとあの補正してください。脳内補正、うん、もうちょっと暗いです、うん、実際は。それではですね、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。
ー。